さあ、前回の続き、今11月30日の11時40分、44分、あと16分で今シーズンが終わります。まあ今頑張ってね、そんなにラング後に行けたか行けてないかみたいなところは、来シーズン的にはあまり関係ないんだけど、まあここは新記録更新を狙うという趣旨でね。グルダン VS リクサー狩りの時間だ。お前の魂はダメだ。恵まれねえ手札に。ハッピーグーラー残してもいいけど、こんな感じだったら交換しようかな。1コストがあるんだったら残しといてもいいんだけど、まあ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 いいでしょう。で、向こうハンターだろ。ハンターだったら何がある。吸収とかあったっけ。ニコス吸収の変なやつあるよな、獣。あいつのためにこっちの方がいいのかな。どうせ今手札に回復カードないからな。コボルトにしとこう。もうこれ黙らせんの癖になってますね、俺はもう煽り耐性ゼロなんでね。感謝とか言われるとね、プッツーンってきて、ね、髪型が変わってしまうんだよ、俺の。切れると髪型が変わるっていう、なんか東方丈介設定があるんで。秘策？絶対次秘策来るじゃん。でもそのために2点削れないよな。いや出しちゃおう。どうするか。どうせ手札事故ってんだったらいらねえよっていう気持ちもあるけど、でもコスト4までだった。しかも結構いい状況なんだよ。これはじゃあ使わない。顔殴って使わない。あと14分だ。負けそうになったらすぐサレンドするぞ。粘ってもしょうがない。時間の無駄だ。なんだあれ試作。爆発かワンダリングか。最近爆発かワンダリングしか見ねえからな。爆発だとしたらこいつを先に置きたくないんだよ。ま、殴ってみりゃいいか。爆発か、残念。イーグルホーンボー。秘策張ってこないね、まだ。全然欲しいカード来ないな。これ手札割れすぎるぞ。これはサレンダー候補じゃないか。サレンダーしたらあげないから、この動画。これカットするか、こう。さてどうする。次にニューコンが来てくれるやな。サロナイトが いい感じに働いてくれるんだが、もしくはハッピーグル2体目でもいいぞ。いやほんとさ、この辺のランクになるとさ、ゴールデンヒーローすごい多いよね。俺自分がゴールデンヒーロー1個もいねえからさ、結構KOされるよな。くそー、ミーシャきついよー。うわーうわーやだー。これ絶対リロイ失うな。でもしょうがねえな。アリエ失った。何この俺の読み。別にこいつかこいつでも全然いいのにさ、リロイを失うと言ったらリロイを失う読み。
まあでもこいつが左側にある状態を維持できたのはね、かなり強みなんだけどね。あと向こうがイーグルホンボーをプラスできずに終わったのは大きいな。秘策がうまいこと手札に来てないと見た。はい、それでまたカードを2枚捨てちゃうのか。あのカードって俺全然自分で使わないんだけどさ、確かに欲しいカードを拾える可能性もあるけど、強力なフィニッシャーを捨てなきゃいけない可能性も全然高いから、あれが強いのかどうか俺にはよくわからん。なるほど、どうしようか。こいつ倒していいけどな。でも地獄で一掃したい気もするけど、その場合こいつが生き残るってのはすごく嫌だな。サラナイトに、ちょっと、ああ、まあでもこのサラナイトに入魂届かないからこいつ使っちゃうか。サラナイトの処理に手間取ってほしいな。まあこうだろ、秘策張ってからこうだろ多分。でこうだろ、まあうまいこと向こうが地味に残った場合は地獄の炎で一掃できるけどな。おっと、あの秘策はなんだ。爆発はさっき1枚使ってるからな。ワンダリングモンスターあたりが来てる可能性の方が高いと思うんだが、ん？でもあえてこうしたっていうのはなぜだ。まあ爆発では倒せない。いやでもこの状況のやつわざわざ倒したってことは爆発じゃない可能性が高い。なんだ一体。狙撃はまず入れないからこいつを出すのは安全圏だと思うんだけど、考えろ。凍結、ワンダリングモンスター、いやワンダリングモンスターの可能性がやっぱ一番高いな。だったらこいつを黙らせる。え？なんだ一体、何が起きてる。あ、ニューコン、ニューコン先生、え、なんだこの秘策。ミニオンを殴った時に発動するのか。ってことは凍結か。え、ワンダリングモンスターは顔面では出ないんだっけ。おっと、これは完全なる地獄の炎チャンス。ん、ミニオンの処理に走ってるな。ってことは凍結の可能性も低いな。一体何なんだ。やべ、俺の体力も7だぞ、侮れねえ。向こうが回復さえしなきゃこれでもう勝ってるんだけどな。おお、どうやら勝ったようだぞ。うんうん、勝利、サレンダーしなくてよかった。まあね、でもちょっと気抜けちゃうけどな。もうランク6いっちゃってて、5に行くか行かないかは大して関係ないってことを考えちゃうと、シーズン末報酬しか変わんねえからな。くそー、レジェンドのカード裏欲しいけどな。でも本当の壁はランク5からだからね。こんなとこでもちゃもちゃしてるやつはまだ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 レジェンドへの道は半分だと思った方がいいだろうな。いや4分の1か。だからね、レジェンドまでもうすぐだみたいな焦り方は俺にとっては正しくないと考えるべきだな。戦いを楽しもうじゃないかと。ついてきた結果があんたの実力だよっていう感じだな。いやこうだろ。ライトウォーデンを置いておいた方が、もし次のターンに、これはミラーだな。ミラーだけど、俺は結構デッキをカスタムしてるから、パブることはないと思うんだよな。でも、ズータイプであるということは間違いなさそうだ。
まあ向こうがケレシスが来てないのが救いだな。あー、わかるわかるって感じだね。こちらとしてもあー、わかるわかるとしか言いようがない。おお、光のサバを。このボタンなんだ、これ意味わかんなくない、これ。あのガンダムのドムの左胸についてるやつみたいな感じかな、これ。ただピカってするだけなんです。うわ、眩しいってやつ。そう、ニューコン先生は来てないけど、向こうの勢いを止めるためだ。どうせ向こうもアグロ系なんだから挑発はきついはずだ。それとも地獄の炎を入れてる 俺タイプのカスタムしてんのか。いわゆるコピペ系だったらね。何、珍しいにも程があるだろう。アメジストの呪文石、それはかなりテンポ悪いから、テンポ悪くないから使わないけどな。この体力差は、うん、ただ2だろ。次のターンか。え、そいつに使ったの？ハッピーグル？地獄の方の来てほしいな。来ないか。いや、ケレセス、俺が来ればもう大丈夫だみたいな顔して来やがったな。たくお前はいつもそれだから腹が立つんだ。ケレセスのドヤ顔見飽きた。キノコボボー、くそー、うまいこと。そうだよな、こっちも来るんかい。そんで、来てもだよ。うまいことやられてるな。ああ、嬉しくねえけど、嬉しくねえけど、こうなっちゃうのか。最悪だ。いや、待て待て、これリロイ入ってたら負けるんじゃないのか。ミューコンもまだあるだろうしな。どうする。あ、おい、あと2分じゃねえか。この試合を動かす、実質今シーズン最後か。クソ、何の意味もない最後の試合だったぜ。あ、無理。ああ、あ、お疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。負けました、ごめんなさい。今ちょっと諦めないで頑張ってドローを進めてたら、地獄の炎がいい感じだったんじゃないか。待て、これがこの勝負で最後としよう。まあ何にも変わらねえけどさ、ランクは。あと1分あるからな。グルダン VS リクサー、お、いいねいいね。わ、いいじゃん、めっちゃ。ハッピーグル、ハッピーグルじゃないじゃないけど、いいのかこれは。ライトオーデンは
これは逆に一ターン目にこれの方がいいかもしれないな。いや意味ねえ意味ねえ意味ねえんだそれじゃ。ヒーローは食らわないといけないからな。いや先にケレス出しちゃおう。そんなこと考えてない。一刻も早く出した方がいいから。次のドローにドッペルインプが入ってるかもしれないんだから。あ、シーズン終わっちゃったよ。まあワンダリングモンスターですよね。おお、死んでくれた。ほら、やっぱりな、ドッペルインプが来る可能性を考えて先にあいつを入れといたのは正解だった。いや爆発やめてくれよマジで。今調子いいんだからさ。分かってたよ。あんたならそうするよな。またか。次にこいつ使いたいからいっぱい展開したいな。まずは、いや待て待て、凍結はありえないだろ。ドッペルインプに凍結、ドッペルインプ見てから凍結出すやつなんかいねえんだから。ワンダリングモンスターだろ。え、マジでいいの？思ったけどそんなよくねえな。そんなよくねえな。こいつに入魂使っても大したパワーじゃねえもんな。そんな嬉しくなかったわ。あ、いいぞいいぞ。いっぱい展開して。いや、待って、体力が多いやつを並べたかったな。ちょっと、ああ。こいつをこっち側に入れとけばよかったかな。そうだ、こいつをこっち側に入れとけばよかったな。そう、うまいことやって全然やられちまったじゃねえか。しょうがない、出しとこう。大してできることないからな他に。そろそろ食うと思ってたよ。ニューコン先生、ニューコン先生来たけど、ドップルインプには入らねえな。見事だろう。あ、俺注目するのせいっすか。え、こっちへ来いか。やばい、負ける。沈黙してもなーだよな。貴様の魔法は役に立たない。6ダメージ、8ダメージ。あと何あるかな。まあ、ハンターで直接呪文あんまないからな。
ないよね。全然覚えてないけど。ほい。あ、顔面来る。あ、ああ。そう。ワンチャンあるかなと思ったんだけどな。今入魂しても意味ないからな。待てよ、沈黙これで8ダメージだろ。この2発を両方当てるためにこれしかない。 OK、 これで確率落とす。はぁ、バカな。それさえ消えなければこのターンに勝てたのに。感謝する。今回お前の勝ちだ。ということで11月のシーズンは終わりましたね。さて結果発表を見てみよう。あれ、まだかよ。あれ、1時か、1時だったのか。なんだ1時か。じゃあこの動画終わろう。お疲れ様でした。さてさて、11月最後の試合をしてからまあ1時間40分近く経ちました。ということで結果発表ですね。ランク6、前回と一緒だ。宝箱開けるぜ。一個も嬉しくないな。ゴールデンレジェンドみたいなことになってくれりゃいいのにな。まあ贅沢言っても仕方ないね。ということで12月もランクは10からです。今月こそあの新パックが出てね、デッキがわちゃわちゃしてデッキパワーのないやつが溢れてることを願ってその隙にランクを上げていこうということを目標にしていくか。へいへい。はい、それではパート4終了です。ありがとうございました。